岡田監督、試合終了後にヤクルトベンチを睨む。トコトコ睨む。岡田監督のこういうところめっちゃ好きやわ。なあ、呆れるよな。試合後、ホラン買ったよな。高津、ベンチに探したけど、これがその時か。そらそうよ、岡田がせっかく謝りに来るチャンス作ってくれたのにな。今にも食ってかかりそう。采配どうのこうのってより選手のために怒ってくれる監督が一番よな。無事であってくれ。高津、謝罪ぐらいないんか。おお、これは阪神ファンの鏡。あかんすよ。おお、岡田大監督、高津が即帰るのを確認。ないやおら、お前ら俺に言うことあるんちゃうか。何のこの子帰っとんねんって感じか。投手は謝りに来てるみたいだけど、高津が謝罪したってのは全く聞かない。